はい、ここね、大丈夫やん。あっちもです。MK カイロプラクティック店長の高橋です。どうぞよろしくお願いします。みつきです。初めてですね。初めてなんです。初めまして。よろしくお願いいたします。その恐竜母ちゃんってどういうことですか。あ、みんな感じですか。恐竜母ちゃんじゃないですか。でかいってことだけど。いやまあ、はい、そういう感じなんですか。恐竜母ちゃんまたの名は動画オーバー。何かあるたびに動画を出てますっていう。ああ、みつきちゃん。静岡のアテンド能力が長けてます。あ、すごいです。ありがとうございます。あ、この前静岡行かれてましたね。行きました。もう全部撮影許可も取ってくださって、すごいすごい楽しくね、過ごせました。静岡ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。高橋店長、はい、誕生日ですよね。え、ちょっと待ってくださいね。あ、おー、松本町中からおめでとうございます。松本さんが選んだ、店長ゲーム好きなんで、これあれなんですか、スーファミできるんですよ。すげー懐かしい。なんかソフト入ってるのかな。ソフトが入ってないですけど、じゃあなんか買ってこない。そうですね、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何歳なんですか。今年で38歳。38歳。38です。38歳の抱負を。頑張ります。で、今日はプレゼント渡してきただけだけじゃなくて、みつきちゃん。あ、そうです。はい、よろしくお願いします。なんかね、さっきもちょっと腰が痛くて、うん、やっぱどうしても腰のこの下のところ、これ動かすともう痛いって、これもう全然軽くなってるっすね。おお、あんま触ってくれ。あ、すいません、いや、触ってでも治療しないと。あ、そうですね、そうですね、そうですね。あとなんか膝もさっきご飯屋さんに入った時に靴をこう履こうと思ったら履けなかったんですよ。あみたいになってしまって、でちょっと見える時に、そうですね、もうここの状態でもここがもう張るんです。もう使えなくなっちゃったんですかね。固まりすぎですか。なんとかなりますか、店長。なんとかしましょう。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、はい、せーの、行ってみようって僕だけですよね、これね。松尾田道中記。これなんです、みつきちゃんめっちゃ生き生きしてたんですけど、カメラ回るとですね、めっちゃ緊張するんですよ。あ、そうなんですか。汗が止まらない。一緒やね。さっきまであんな、写真いいですかみたいななったのが、もう、分かる分かる、もうよそ行き中に。ちょっと待って何今の。あ、先に行くんか、店長。まだ上げただけですよ。でも、全然動いてないですよね、これね。え、そこはどうやるとみにしてますか。いや、本当だったらここはふにふに動かなきゃいけない。ああ、が、いや、もう多分後ろ潰れすぎちゃってるんですよ、これね。痛いんですか。痛いです。これ立ってる分には、うん、いいんですけど、前にも多分後ろにもこれ動かそうとすると、そうすると、ああ痛い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 、広がらないですよ。これ、あ、もう無理ってなる。あ、これみつきちゃんずっと動画で見てたやつ。見てたやつですね。ブラブラってやつですね。そうみたいですね。ちょっと待って、ちょっと待って、もう握ってるのが痛いんですけど。いや、はい。いや、そう、いや、そんなもん。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、そんなもんです。そう。抜けますから。抜けます。我慢しなさい。見てんのと違うんですよ。そんな泣き顔で。バカ痛いの。いや、バカ痛いですよ。悪いから。そう。おお、そういうことなんですね。そういうことなんです。そういうことなんですね。ああ、なるほどなるほど。あ、でもちょっと待って、ちょっと強くないですか。ちょっと強くしませんか、外マジで。別の場所があったんで、ちょっとこうちょっとこう。せっかくね来たからね。そう。憧れの MK カイロさんで。まあ憧れなんですけど。憧れなんですけど。キュッてやって、キュッて。落ち着きしながらやるやつ。初めてですよ。ああ、丁寧な感じ。あ、抜けたか。ぐるんぐるん。あ、もうそれも痛い。もうお願いします、痛いです。こっちは？あ、そっち。ああ、上がらない。ああ、でも上がらないね。左よりはね、マシかも。マシじゃないよ。ほんのり。あ、これほんのりなんだ。
そんなないと。いやいや、もう襲われてる。黒板に襲われてる。恐竜母ちゃん黒板に襲われる。親指が痛い。そう痛いのよ。だから狙ってるんです。そうよ。そうよ。なあ痛い。母ちゃん箸が生き生きし始めた。今日は絶好の獲物だな。やっと来た。やっと来たと。大好物。だからすごかったよ。ちょっとさっきよりは抜けてきたけど。ああでもあーあきゃあいい感じになってきました。ありがとうございます。大丈夫です。もう大丈夫です。もう今小さいどっかないかなって。恐ろしいこと言わないでください。ここはいるんだけどここら辺とかちょっとある。ああそこね。ああそこだそこだ。見つけた。見つけた。また道を見つけた。生き生きじゃね。そこにあった。あーでも上がる、おー上がる、大丈夫ですか、大丈夫です、続けましょう、はい、はい、どうぞ、はい、これからね、松尾道中記、ちょっと手の音が鳴ってる、うわーいっちょっと待って普通に受けてまだ大丈夫、普通にもう変なリアクションはいらないからもう普通にカメラとか気にしないで自然に、はい、使っちゃう、息でき、え、息ができ、いやそんなことないです、息できます、そんなことない、生きてます、生きて、生きて、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、大丈夫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 、ちょっとマジで息できないんだけど、いやいやできるできる、あ、大丈夫大丈夫、飛びますねこれ、大丈夫音量が飛ぶ、すいません音量調整よろしくお願いします、ちょっとリミッター使うんだよ、これ固まってるんですか、固まってます、いやもうガチ硬そうやもん、動いてないっすもん、関節が見たからに硬そうやもんね、背中とか、うわ痛い、痛いっすよね、でも押しますよ、ミスキャン編集のこと考えて、音が飛ぶから、音が飛んじゃうからね、そう、ヒカリさん困るから、そう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 、ヒカちゃんはそこ頑張ってき、声頑張ってき、ヒカちゃんこれ旦那さんも息子娘さんも見てますよ、そうよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、接続けてるの、ああ、超一流の笑顔ですね、いやいやいや、MK スマイル、もういつも笑顔です、笑顔、逃げて、逃げたい、逃げられないですよ、逃げられない、治るわね、でもいいじゃん、ね、逃げたいって言ったら強くなった、ね、しっかり押さえておかない、そうですね、みつきちゃんも今までいろいろ受けてきましたけども、どうですか今日の、喋れ。なんかトロフィーね押してたりしますよね、そうそうそう、いっぱい、そうだそうそうそう、あそう、あこれこれ、あこれ、ね、来るよ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 、待ちますか、待たなくていいけど、はい、トロフィーばっか飛んできますよこれ、そうそうそう、いっぱい送ってきてくれます、演出がすごいですね、トロフィーちゃんと演出がすごい、待ってそれだそれだ、はい、狙われてる、ああそこ、ああ顔のタオルぐしゃぐしゃ、もうやめなよ、ちぎるちぎる、綺麗に半分タオルぐしゃぐしゃもんね、これします、これ新しいペーパーとかなんかもらえる、新しいペーパー、ペーパーもうぐしゃぐしゃしてしまうで、ありがとうございます、ありがとうございます、鼻用に、もう鼻用、ちょっと鼻かみ、待って鼻かんでるってば。普段マッサージとか受けたりしないんですか、整骨院とかは行くんですけど、でも最近ちょっと行けてなくて、うん、息が固まってるのもあるんですか、ね、いや硬いですよ、はい、店長そうですよね、そうそうそう、もう押さえ込みがあります、ああそういうこと、これが痛いの、押さえ込みが承知しております、そう痛いやろね、かわいそうに、かわいそうに、だいぶ慣れてきましたね、ハちゃん、だいぶ奥の方にいるのが いるんすよ、うん、そうなんです、それをやられたら多分もう無理
無理って言ったら探すしかない、ね、そう、もう今リサーチ探索チームするあのまた鬼講師が何か言ってるゆっくり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 答えですもんね。お産の時でもこんな夫婦言ったことないの。私の下の方の関節がこれ全然動いてないんですよ。だから前に曲げても後ろに曲げてもいい。なるほど、そういうことですね。ボールのクッション潰れすぎちゃってるので、ここに動きをちょっとつけてあげなくちゃいけないです。というわけでつけます。ちょっと僕の方向いて横向きになりました。ボキボキだ。怖くないです、怖くないです。怖いっす。松尾田道中記初めてのホームマリアタック怖い。ないですね。まあ最初僕の方に体を倒していって、その後僕がその上にちょっとポンと持っていきます。耳が聞こえなくなってます。軽く顎を下の方に引いてくださいね。ちょっとドンと行きます。一つ一つ、はい、反対側の方に行きましょうか。マジか、よかったですね。軽く顎を下の方に引いてくださいね。立てんよこれ。急にも立てんよ。腰の伸びるように回ったけど、よくまだそれでも回さますよね。あ、そうなんですね。兄貴がやる前はあんなに楽しそうだったんですか。そうなんですよ、楽しそうだった。楽しかったんです、楽しかったんです。急に怖くなったんです。怖くないですよ。泣いてますもん。泣いてますよ。泣きたいもん。泣きたいときは泣いた方がいいらしいですよ。なめなめなんですよ、もう。どういう感じ。なんで。もんな泣いてるよ。今度はね、頭の後ろで手を組んでくださいね。失礼します。恐怖で。怖い。大丈夫です。大丈夫、大丈夫。もう一回胸を反らして、ちょっと下の方に塗りかかる。肘を前の方に脇をキュッと吐いてます。吐いて。バランスを下げる。高い選手を泣かせましたね。2人目ですかね。泣かせた女性が2人です。罰身な感じですね。そうすると胸を反らしてくださいね。はい、OK です。怖え。大丈夫です。まだ怖え。あ、出たこれ、出たこれ。そうなんですよ。出たこれ。胸反らして、あー、きっと息を吸って、はい、吐いて、そうそうそう、吐いて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 、そうそうそう、お願いをおらきた。はい、倒しましょう。マジか。はい、マジで、はい、どうぞ。え、もう一回ですか。もう一回すぎるか。もう一つ、つもり長いね。怖えよ。乗ってますね、やっぱ。すごいんですよ。つもり長い。ノリノリ。怖え。もう、これ耳元でも高して、ちょっとささやきがもう、ほんと怖え。肘を前の方に、胸をさらして、後ろの方にやるから。肘を前の方に、ここね、はい、そろして、これ立ち上がってください。まとん泣かせて、いや、すいませんね、本当。ずっと、それでも硬いんですよ、簡単に。今度はこっち側で仰向けになりましょうか。はい。本当に体硬いです。硬いんですね。体というか、半数が本当に固まっちゃってるんですよ。本当、フレームが動かなくなっちゃってるから、もう本当何しようとしてもやっぱこうきついんですよ。大きく息を吸って、はい。高橋ブレイクショット。だらーっと、ここね、動いてた。いい音ですね。指でしたね。余裕がないっすね。大丈夫です。疲れが。大丈夫、大丈夫。
息を吸って吐いて。高橋ブレイクショット。そう、ダラーンと力を入れて、ここね、ほら来た。おお、はいはいはい。だから、関節動いてくれるのか、首伸びるようになるのと、うん、あとね、ズンズンといきます。ちょっとびっくりしますよ。来た。おお、下まで来ました、ずっと。下まで届きました。詰まりすぎですね。詰まりすぎなんですね。うん、はい、これで、はい、立ち上がりましょうか。はい、ゆっくりでいいですよ。はい、ようやくね、伸びてきてくれるんですよ。あ、でもなんかね、すごいスーッとしてるの分かります。ほんともうね、最初こう矯正していくときにも全然こう関節動こうとしないからですね、うん、若干力ずくで動かしていきました。ですよね、すごい痛かったですもん。正直。はい、今度こっち側に行きましょう。はい、だいぶ撫で方になりましたね。ちょっと洗ってたから足がピタッとついてます。あ、自分の体重がかかるとこが変わったのは分かります、うん、今立ってみて、うん、それは分かります。もうん、元気はない。痛いっすよ、痛いっすよ、ここは痛いって痛かったですよ。痛いっすよ、痛いっすよ、体力がもう体力の限界、潮の富士。使ってました。これで立ち上がってみてください。はい、いろいろね、大変だったと思いますけど、伸ばしやすくなってはい。あ、でも、はい、ここがもう本当にスーッとするというか、軽いのがすごくわかります。本当関節固まりすぎて動いてなかったんで、うんうんうん、多少ね、ちょっと強引なところを広げてあげたので、はい、だいぶ動かしやすくなると思います、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。松尾田道中、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。頑張りました、店長。頑張りました。結構なんだかんだ強烈でしたよ。あ、そうですか。ずっと叫んでましたね。もうお産の時より叫んだ気がします。いやでもね、あれあんだけ固まったらそれは動かんんですよ。あ、でも猫背だいぶ長くなってますね。横向きになってる、だいぶ伸びてる、うん、おお。クッション潰れすぎだったんですよね。だからそのせいで動けなくなっちゃって、でそうなってくるとそれにくっついてる筋肉当然動けないから他の動作も全部きついんですよ。で、そのクッションが今復活したんですか。広げました、ね、あ、さすが、ナイスブチネキ。ありがとうございます。ナイスブチネキです。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、本当に頑張りました。ありがとうございました。戦いはドローということで。ドローで、ドローじゃないですよね。ドローじゃない。ドローじゃない。あ、あれですよね。MK カードプラクティックなんですね。そういう意味で、ね、アドライブを見せてください。お願いいたします。お願いいたします。今大丈夫です。お願いいたします。説明欄に全部貼ってますので、よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。シア。そうですね。でではい、なんででしょうか。あ、だだだ、ほら腰怪我した話してますかね。階段で滑り落ちたんです、腰から。あ、だだだだ、あ、かもしれないです。なんかジャリ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 の首がずっと。このまま指に針して、あ、そうです、王子もおるし、ね、ちょっと待ってください、指に針って聞こえないですけど、このまま指の針をちょっと、はい、そうそう、されながら申し訳ないです。あー、
リーノがいる。絶対嘘でしょ。ここで分かるんですか、これ。いや痛いですよ、今。今すげえ痛い。いや嘘です。痛い。いや、ちょっと触られただけで痛い、ここめっちゃ。そこのテーブルに寝てください。いやいや、ちょっと待って。いや、それ申し訳ないから。いや、大丈夫。首ならいけば。首なら。これ嘘でしょ、今。高橋ブレイクショット。なったり。なりました。あんまり聞こえない。自分の音が。高橋ブレイクショット。やっぱ首おかしかったですよね。首おかしかったですか。うん、なんかこんな感じ。それで立ってみて。ちょ、でもここボキボキ三重師が揃ってるんだよ。ボキボキ三重師代表して。あ、なんか僕できるのはこれだけ。あ、取れた。あれ、あ、取れました。ありがとうございます。シャリシャリが取れた。次男と三男の出番がなかったです。あ、いや、あ、他にもいっぱい悪いところあるでしょうから進んで絶対に。ありがとうございます。昨日いなかったでしょ。はい、僕もね、ライブ配信見ててあれと思ったんですけど、今日聞いたらね、玉川さんね、ユニフォーム忘れてきたらしいんですよ。山本さんが、え？みたいな。あの格好でこっちで持ってたら、いやいや、バレー一緒やな。まあ、バレーで絶対見えるじゃないですか。まあまあ、そうだ。